皆さんこんにちは。こんにちは。あ、さっきから言っていただいてありがとうございます、ここからはですねパナソニック先音トークショーを行いたいと思いますけれども、先音トークショーを始めるにあたり皆さんお待ちかねのゲストの方、誰が出るか分かってるんですか。あ、分かってるの。あ、なるほどね。じゃあ引っ張る必要もないということでございますのでご紹介しましょう。原宿系モデルとして活躍しているこのお二人、木村美沙ちゃん、そして中田くるみちゃんです。どうぞどうぞ。こんにちは。こんにちは。どうも。かわいいね。ちょっと見よっかしばらく。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと自己紹介お願いします、お二人。はい、木村美沙です。よろしくお願いします。お願いします。はい、中田くるみです。よろしくお願いします。お願いいたします。ありがとうみんな。すごいですよ。もうずっとこのために待ってたんですよ、もう、はい、頭のオープニングから。ありがとうございます。すごいでございますけど、コウモリがついてね、お揃いニコイチ。やっぱもうこの出演者の人もこうお客さんのファッション気になっちゃうわけですね。気になります。見てます、見てます。お互いに、はい、お互いに見て、はい、見られてみたいな。はい、なんかちなみに今日のファッションのポイントとかあるんですか。ファッションのポイント、はい、みさみさちゃんは私も同じでタイツですね。タトゥータイツで。それなんですか。あの人の絵が描いてあります。人人です。あ、人それ。女子です。あ、なるほどね。はい、うん、がポイントと。ポイントです。はい、くるみちゃんは。私はやっぱ絆創膏ですかね、膝の。あ、それおしゃれなんだ。いや、おしゃれらしいですよ。絆創膏がちょっと今でもくるみちゃんつけてるとなんかそれおしゃれなのかなって思っちゃうぐらいに。いやいや、全然ありません。だって眼帯とかつけたりする時あるじゃないですか。あ、なんかいらっしゃいますね。奇抜な感じでね。はい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 、じゃあ私もこれおしゃれとして取り入れるように頑張ります。わかりました。ちなみに流行らせようと頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、さあ、この会場ですね、もういろんなブースあるわけでございますけれども、ひときわね、もうそちらに目立つブースあるわけでございますよ。見ましたか、左手のね、あの耳は、ね、耳は羽ね、羽ですよ。羽です。なんかマギーシンジのでかくなっちゃったと勘違いしてる人いますからね。これ何のブースかお二人は知ってますよね。もちろん。そうです、パナソニック先音ブース。今心の中で聞こえましたからね。先音とはですね、パナソニックから発売されている女性向けインサイドホンで、キャリーちゃんね、キャリーパンパンちゃんがアンバサダーになっているわけでございますね。はい、そしてなんとお二人はこの先音、はいはい、大のお気に入りと聞いておりますよ。そうなんですよ。使ってると、はい、このイベントに参加させていただいて、あの、いただいたんですけども、うん、実際本当に使いやすくて、うん、ね、愛用してるっていう。みんな愛用してます。ねえ、はい、何がいいですか。何がいいですか、みさみさちゃん。私はとにかく可愛いんですよね。耳の部分に花が咲いてて、うん、耳の部分に花が咲くインサイドホンあるんですか。そうです。マジですか。ありますよ、ありますよ。それ先音しかないでしょ。はい、ないですね。先音しか。後で見ていただきたいと思いますけどね。はい、ねえ、はい、じゃあくるみちゃんは。私はですね、うん、あのやっぱこういうお手頃なイヤホンってなかなかちょっとクオリティの面があれとかあったりするんですけど、うん、とにかく音がすごくいいんですよね。音がすごくいい、はい、すごい音が本当心地いいですよ。なんか スーって入ってくる感じ。スーって入ってくる。なんで音がいいんですか。なんでですかね。もう詳しいことは全くわからないんですけども、これね、はい、僕の予想ですけど、先音は中高音域のクリアなサウンドを実現し、長時間、はい、あ、違う、そっちじゃない。人間工学に基づいた設計で、はい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 、まず取れづらいというね、はい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 、普通イヤホンで取れちゃうじゃないですか、はい、動いたりすると、はいはいはい、まず取れないね、はい、そして中高音域のクリアなサウンドを実現し、長時間つけていても嫌にならない心地よさと、それでも充実した重低音まで実現した超欲張りなイヤホンなのです。そうなんですよ。そうなんですよね。カビカビな感じでしたけども、そうなんです。一生懸命喋ってるんですけどね。あの、はい、パナソニックの方は全然僕に無関心な、ところが皆さん分かってくれましたよね。だおしゃれで音がいい、機能が素晴らしいということですか。ここのコードの部分も色がついてるいいですよね。そうなんです。しかもいろんな色、バリエーションがあるんですよね。そうなんですよ。カラーバリエーションが豊富で、なんと12色もあります。そうなんですよ。これなんで12色かっていうと、うん、誕生花に合わせて12個あるじゃん、12月まで、ね、誕生月が。そうなんです、はい、それでお花のデザインがあるということで、はい、ちなみにみさみさちゃんは何月生まれですか。12月です。12月は誕生花はミントでございますので、はい、ミントのような色のカラーになっているということで、
で、はいはい、ちなみに花言葉は、はい、優しい心ということで、心ぴったりじゃないですか。ねえ、優しくて可愛くてという、ね、ことでございます。くるみちゃんは何月生まれですか？私も12月生まれなんで笑うんですか？いやいや同じね、じゃあミントミントですよ、はい、優しい心が優しい、はい、ねえ優しい心でね、ちょっとそれね、なんでですね、ちょっとなんか言わされてる感はちょっと気になるんですけど。じゃあミント使ってんですか、お二人は？いや、あの違うの？そう、私たち、うん、あの結構勝手に、うん、あの好きな色を選んじゃう。そうですね、青です。なるほど。あ、後から誕生花であったんだっていうのを知った感じなんですね。そうですね、うん、そう、なんか早いもん勝ちで12色の中から選んでくださいみたいな言われて。そうなんだ。私は速攻紫取ったんですよ。紫、あ、紫、うん、はい、紫を取って黄色を探したんですよね。そう、なんか私黄色は良かった。桃色クローバー Z が大好きでその話ちょいちょいするね。毎回してるんですけど、うん、それのしおりん黄色の子が大好きなんで、はい、黄色を探したんですけど、黄色がちょっとなくて、次に好きな青、紫はあったんですよ。そう、紫、私も桃色クローバー Z 好きで。そうなの？はい、で高木れりちゃん本当に好きで、そう、紫、あ、ラッキー、へぇー、感じで。で、そういう選び方もありますからね、誕生花じゃなくてもやっぱ自分の好きな色が12色から選べるって。そうだね、だから、ね、まあ、好きな色があったらもうそれ選べばいいし、うんうんうん、ちょっとどれにしようか迷っちゃったらその誕生好きで ね、 そうですね、選ぶというのもね、ありじゃないかな。キャリーちゃんは1月生まれだから白。あ、そう、あ、ちゃんと誕生月に合わせて椿ホワイト。そうだよ、詳しいですね、はい、ありがとうございます、はい、さあ、そして、ね、今キャリーちゃんの話出ましたけども、はいはい、あの会場のブースで、はい、キャリーちゃんが撮影で使用した巨大サキオとミニバタフライが展示されておりますね。なりますね、先ほども触れましたけども、あそこだから写真ね撮れると。そうなんですよ、あそこに立てば、うん、キャリーちゃんと同じ絵が撮れるっていう。キャリーちゃんになれる、なれます。やってたよね、やってました、撮ってましたね、どっかでね、どっかで見たよ。ブログ載せてました。ブログで、ね、そう、ラフォーレの前にあれがあった。そうそう、ラフォーレの前にあったんですね、はいはいはい、だからそこで写真撮れますのでね、ぜひ皆さん真ん中立ってこうやってキャリーちゃんのポーズ撮って、はい、お願いいたします。キャリーちゃん着た衣装もありますからね。そうですよ、実際あれ、あの実際にキャリーちゃんが着た衣装ですからね。触っていいんだ、今触ってますけどね。触っていいですね。なるほどなるほど。そしてね、壁にね、なんかね、たくさんのあるじゃないですか、ノベルティが貼られてるんですよ。あ、ノベルティなんですか？そうなんですよ、で、もらえる感じで。あれをね、だからフォトスポットで写真を撮ってくれた人にはそれプレゼント。へー、なるほど、もらいました。なるほど、あ、もらった、もらった。で、なんかね、それをね、どんどん剥がしていくと何やら驚きのビジュアルが登場すると。若干もうちょっと現れてるけどね。見えてる、見えてる。でもこっからまさかの、うん、左側がまだ見えてないからわかんないですよ、ね、もしかしたら、何が、うん、違う方かもしれない。そうですよ、全然具志堅用高さんから現れたらさ、びっくりするから ね、 ね、まあ、楽しみにね、していただきたいと思います、はい、そしてですね、パナソニック先音は花咲く世代の女性に向けて作られたことから、おしゃれ&音楽好きな女性に夢を叶えてもらう夢花咲かそうキャンペーンを行っております。夢花咲かそうキャンペーン、今回ね、原宿かわいいフェス2012とタイアップして展開してきまして、その内容すごいですよ。先ほどが12色のカラーバリエーションがあることから、それぞれのカラーに合う12名のランウェイモデルを募集し、先ほどガールズとして1日限りのランウェイモデルとしてデビューさせようという企画なんです。モデルデビューですね。そうなんです、本日ですよ。だから選ばれし12名の女の子たちが夢の舞台でランウェイモデルとして登場するわけでございます。生まれて初めてランウェイを歩くという方が、なんか噂によると全然あの東京とかじゃなくて地方の方から来る方もいるみたいで。そうなんです。これだからさ、もしかして聞いてるかもしれないから、ランウェイ歩くときのアドバイスしてくださいよ。なんか思い出でもいいし、初めての時の、初めてのランウェイとかどうでした？いつどこで、いつどこでは、まあ、ちょっと覚えてないです。覚えとけよ。初めてのランウェイなんだから、あの緊張しすぎて記憶がちょっとね。あ、じゃあもうどういう風に歩いたかも覚えてないんだ。覚えてないです。言い切りましたね、覚えてないです。じゃあ、まあ、特にアドバイスもないみたいな。いや、あの楽しく、ね、楽しむことですね、うん、なるほど、わかりました。くるみちゃんは、でも私も本当そんな数を重ねてるわけじゃないんですけど、楽しむことが大事ですよね。そうです、なんかやっぱりあのお客さんとかが見てくださってますし、うん、やっぱだって変わるもんね。今なんで時計見たんですか？いや、ちょっと時間があったらどんな風に歩くのかやってもらおうかなと思って。すごい、いや、もう変わるじゃない。
ちょっと、それはラフォーレの、なるほどね、ちょっとそこで見れるというね、はい、ことなのね、はいはいはい、皆さんラフォーレの方でね、よろしくお願いします。絶対それはやりませんみたいな感じでね壁を作られましたけれどもね、しかもね、時間がもうあれでしたので、ラフォーレのミュージあれ、ファッションショー行くよって人いますか？あ、行くね、皆さんね、行くよって人、ありがとうございます。で、そのラフォーレ原宿のサードステージで、その先ほどガールズがラーメンするんでね、そちらもぜひ応援しに行っていただきたいと思います。はい、そしてね、最後にもう一つ、今回ですね、パナソニック先ほどガールズトークショー、今このトークショーですけど、先ほどが販売されている店舗でも中継イベントが開催されているのです。今これ中継されてるんで、早く言えよって話でね。これは中継のカメラということですか？そうですか、こちらが、こちらがそうなんですよね。見てる人だ、見てるんでしょ、とか電気屋さんとかわかんないですけど、そういうとこで、あ、そう、見てる人、なんかすごい人見てるかもしれないからなんかアピールしたら、桃色クローバーさんに届いてるかな。あ、見てるかもしれないから、しおりん大好きですあの、個人的なことに使わないでください電波を、ありがとうございます、はい、さあ、ということでお二人もですね、ラフォーレ原宿の方で、はい、ランウェイありますのでね、はい、こちら楽しんで盛り上げてきていただきたいと思います、はいはいはい、ということでトークショーのゲスト、木村美沙ちゃん、中田くるみちゃんでした。沖縄市長、ありがとうございました。お願いします。はい、引き続き原宿を楽しんでください。ありがとうございました、はい、先ほどブースよろしくお願いします。